はよう、今リバースした。今日は昨日作ったとりあえずボックスを使ってこれだけでメイクができるかを検証していきたいと思います。日焼け止め。ちなみに朝ごはんはあります。なのでお腹が空いたら食べますので、突然食べ始めても許してください。おはよう。昨日のハロピロの配信を見てサバのおにぎり買いました。やばい、宣伝広告塔みたいなのになってる。広告宣伝塔載せたみたいになってる。やばい、すごすぎ。うち倍すご。ちょっとずつお腹が空いてきた。時間一旦リンゴジュースで気紛らすすぐそこにあるんだけどね、うん、ちょっと手伸ばさないと取れない。ちょっとだけ、そう、そのちょっとが嫌で一旦リンゴジュースで我慢。そして続いて化粧下地。え、朝からリンゴジュースって胃荒れるんですか？やば、マジ？朝から私オレンジジュースと炭酸を飲んだらお腹痛くなるんですけど、胃っていうか腸が痛くなる。なんちゃら敏感性なんちゃら腸炎みたいなやつ。
昔高校生ぐらいの時に、それでなんか前なんか普通にオレンジジュース飲んで前学校行ってたら毎日お腹痛くなってて、電車の中でお腹痛いと思いながら生きてたんですけど、そう調べたらオレンジジュース原因って分かって、はぁってなりました。なんていう名前だったか忘れた。なんちゃらなんちゃらなんちゃら。瓶腸みたいな。瓶と腸がつくことしか覚えてない。おはよう。え、わかる。私も。てか普通に朝じゃなくてヨーグルト食べたらお腹痛くなる。でも多分大丈夫な時間帯はあるんですよね。そうだからこの間でも私大好きなヨーグルトがあって、朝のフルーツサラダっていう大好きなヨーグルトがあるんですけど、朝だったか忘れた、普通にフルーツサラダかもそのヨーグルトをこの間ピアアリーナの差し入れでいただいたので、28までだったから28までには食べたい。でもお腹痛くなってもいい日に食べたい、そう思ってます。日焼け止め塗り女。ちなみに私今日の服まだ決まってません。9時半ぐらいには配信終わって服決めたいと思います。なんか何お話し会とか握手会で来たっけってなってる今。そう、それを忘れちゃったから。でも基本的に私服着ない、私服着ないって言ったらあれですけど、ジャージばっかり、レッスンの時とかもジャージばっかりの女なんで、まあ大丈夫かなって感じ。やってみっちゃんの時もいつも迷う、何着てないんだっけみたいな。しかもやってみっちゃって基本的に動くからパンツスタイルでお願いしますなことが多いんですね。動きやすい服装でパンツスタイルでみたいなことが多いから、もう橋本春のパンツスタイルなんてわけないよって思いながら、
マサさんさん、ハートありがとうございます。ギャローさん、ミラーボールありがとうございます。赤間星11633、鉄道ナイツさん、ハートありがとうございます。そうやってみっちが一番今困ってるかも、服なくてそう、なんか着替えが発生するときとかはいいんですよ。例えばなんかこれまであの海のやつとか、海潜ったやつとか、お魚さんとお友達になろうみたいな企画で、あのアメリカ湾の海潜らせていただいたときのは、あれはもう可愛い格好で行って、そうすぐにダイビングスーツに着替えるっていうのだったから、そう全然動きやすい格好じゃなくてよかったんですけど、そうでもそうね、牧場大変でしたね、もう汚れてもいい服装でみたいな。でもあの時はもう本当にもうあの糸がほつれてて、これそろそろ寿命だなって思ってた服着ました。あ、ここ隠すの忘れた。そう、寿命の服を着ました。爪でハイライトえぐり取っちゃった、見て、最悪、その最悪、よし埋め込んだ強すぎ、埋め込むの強すぎ。なんか昨日カンカンのジュースあったんですけど、そう爪これだったから開けれなくて、でレミタンも、隣にレミタンが行ったんですよ。でもレミタンも爪、春休み限定ネイルやってて、そう開けれなくて、いや開けれなくてっていうか、なんか頼みづらくて、そうだからお弁当を選び終わった日向に頼みました。そうお弁当取りに行ってて、日向がだから頼めいなくて、頼めなかったから、帰ってきた時日向開けてって言って、爪これで開けれないのごめんって言って開けてもらいました。か弱い女の子とかじゃないです、ただこんなに伸びてる爪を放置してる最低野郎です、本当にすみません。なんか書き物みたいなやつあったんですけど、昨日なんかみんな書いてたのメンバーでも、なんか私だけ渡されなかったから、私のだけないかもしんない、うん、なんかさ、これでさスタッフさんに聞いてさ、あ、橋本さんは書かなくていいやつですとか言われるのは気まずいからさ、聞かなかったんですよ。だから私書いてないんですけど、
もしかしたら私のだけないっていうあれがあるかもしれない。え、忘れられてるわけじゃないと思うんですよ。私そのスタッフさんの目の前めっちゃいましたし。そう、でもハルピョンにだけは渡されなかった。だけか分かんない、他のメンバーさんもいるかもしれないけど、ハルピョンは渡されなかったから、もしかしたら発表のだけなくても発表が書いてないと思わないでください。はい、なんか最初若い子たちだけが書いてたから、遠足あるじゃん、なんかいつもこの間花屋敷みたいな言ってたやつのやつかなと思ったんですけど、エリーちゃんも書いてたから、あ、違うかってなって、そう、研究生とかレミタンとかだけが書いてたから、遠足で使うのかなって思ってた。別の遠足じゃないメンバーも書いてた、違うやんみたいな、まあいっか言われてないしって気持ち、言われたら書こうみたいなそう、今日昨日よりメイク終わるの早いかも。てかお腹空いたからご飯食べよう。え、昨日さ、まつげをさ、メイク落としてたらさ、5本ぐらい抜けた。めっちゃ抜けました。ほら、お腹鳴り始めた。悲しかったです。こんな5本も抜けるみたいな。だから今日まつげない、うち。でも昨日オンラインの画面越しにね、まつげ見えるって聞いたら、めっちゃ見えるよってみんな言ってくれて嬉しかった。みんなに聞いたわけじゃないけど、何人かに聞いたらめっちゃ見えるよって言ってくれた。そう、オンライン結構画質いい。てかあの女優ライトが神。生え変わりの時期なんていらないのに、ずっと生えてていいのに。本当に。あ、ちなみに昨日 TikTok 撮りました。てか TikTok 撮ってあげてないの多すぎるんですけど、私早くあげます、すいません。今日も昨日と同じメイク。それだけ撮って載せてない TikTok めっちゃある。
今日のせよ一本なんか。あ、これ入れてない。メイク道具くんたちが自立してくれない、困った。なんかよく目の下に入れてるラメ何ですかって聞かれるんですけど、なんかめっちゃ前に買ったやつだから分かんないんだよね。これどこのドドドドってやつです。ドドのラメ、何ドドって初めて聞くけど調べてみよう。ドドラメライナー、うん、これじゃない。ダイヤモンドクラッシュアイライナー、これだ、これです。どうぞ、ダイヤモンドクラッシュアイライナー380円。もうさ、本当はここさ銀色だったのにさ、この銀色だったの、もう色剥げて黒になってる、悲しい。どうぞ。でめっちゃ入ってる、めっちゃ入ってんのよこの中に。初めて見た、これなんで買ったんだろう、あんま覚えてない、めっちゃ昔に買ったから初めて見たけど。なんかめっちゃ昔に2色買ったんですよ、これともう一個、もう一個も使ってるんですけど、シピシピのラメは買いたいけどまだ買えてない。てか9点で見たの、9点で買う方が絶対安いからそういうのって。でも9点で見たけど売ってなかったからやめた、売り切れてたからやめました。ツーさんハートありがとう。マスカラを塗っていくよ。まずビューラーで、一番いいのはここにドライヤーを当てる。したら熱で上がります。でも私最近ドライヤーを片付けるっていうことをやり始めてしまったので、ドライヤーがドライヤー置き場にしかなくて、ちょっと今すぐドライヤーは出てこない、ごめん。ちょっとお腹空いちゃった。これです、タンパク質がよく取れる、よくじゃない、タンパク質が取れるチキンレタスサンド、めっちゃ美味しそう。
トマトも入ってるらしい。トマトの甘み。一旦このまつげの、まつげだけ一緒にやって。あ、昨日お話し会来てくれた人だ。ありがとう。ありがとう。そう、配信で、配信の名前はこれって言うんだよって教えてくれたから、今配信で見つけて、おってなった。待って、やばい、やらかした。このまつげやる前にまつげ美容液塗るの忘れた。ダメだ、今日タバカンじゃうまくいかないわ。そう、まつげ美容液先に塗った方がうまくいくんですよ。今日は塗るの忘れたのでうまくいきません。おはよう。今日もお仕事ですか？はい。ちょっとでもタバカンできてきた。そのうち美容液塗らないのって気づ…え、もう気づいてほしい、みんなに。私すぐ何でも忘れちゃうから。あ、美容液はって。ちょっとタバカン出てきた。気づいてくれるぐらいになるまでちょっと私頑張ってメイク配信いっぱいするわ。ね、やばい、お腹空いて気持ち悪くなってきた。アンパンマンのさ、お腹が空いて力が出ないみたいなあるじゃないですか。あれってマジでさ、わかる。本当にそう、お腹空いたら力出ない。え、顔が濡れて？待って、そうだっけ？ごめん、勝手にアンパンマン空腹にさせた。そっか、アンパンマンって別に自分食べればいいから空腹にならないか。食べたらジャムおじさんもまた作ってくれるもんね。
ユーピンクのマスカラの本音のレポート、マジでやばい、本当に使える。私的にはこう束感を作りたいので、なんかマスカラ下地みたいな感じで使うことが多いかな。でもなんか何よりも下まつげ、下まつげがやべえ、マジで漏れます。そう、なんか一本一本にしっかり毛がついてくれるって感じ。だから私は上まつげよりも下まつげの方がめっちゃユーピンク愛用してる。でもこう私服でのお仕事ってなると、下まつげまでゴリゴリにしちゃうとなんかバーンみたいな人になってるから、そう、それはさすがに私服のお仕事の時はやんないけど、衣装着てる時とかはマジで下まつげまでやった方が目力アップするんで漏れます。ほら、タバコンすごい、こっち今日だから下まつげ盛りたいって人マジでおすすめです。アンパンマンの話、アンパンマンはアンパンマンは君さって歌ありますよね。え、どういうこと、私アンパンマンじゃないけど、どんな歌なのあれそういえばそういえば私アンパンマンじゃないけど、サプライズレバーさん桜餅ありがとうございます。続きまして、こっち側、こっち側の方がまつげが綺麗に揃ってるので多分束感作りやすい。そう、もう右目を、右目美容液塗の忘れたから左目も塗らない。人にとっていい行いをしなさいみたいなことですよね。おはよう。ちょうど脳内流れてた。あ、ごめん、脳内見せてもらったわ。アンパンマンの歌の歌詞っていいよね。あんまりなんかもう子供の時に聞いたっきりだわ。今日お話し会取り忘れてたんかい。忘れてたんかい。鏡の古城マジでいいからマジで見てほしい。え、脳内まで分かっちゃう。
なんかさ、この辺のまつげがさ、こっち側に向かってこうやって生えてんだよね。こうやって生えてほしいのに、こうやって生えてほしいのに、横から見たらこうやって生えてほしいのに、こっちにこうやって生えてんの。なんで？やめてよ。整列して。前習い。まあいいや。これ何？これボリューム違う。全力で反抗期。でも昨日さ、あ、言ったわ、メイク落としてたらまつげ5本ぐらい抜けたって話さっきしたわ。一本一本にさ愛着持ってさ名前つければさ、うちらの言うこと聞いてくれるのかな、このまつげたちって。抜けたらありがとうって、今日までありがとうって言ってゴミ箱に捨てる。愛しさ丸めてゴミ箱に捨てる、もう拾ったりはしない。どれがどれか分からなくなりそう。いやもうそれは愛着がないってことです。ちゃんと愛着があれば、君は丸々くんだねって、君は丸々ちゃんだねってなるから、愛着になるんだ。なんかいここだけまつげない。偽物のまつげ作ろう。ね、このさミュードのさマスカラ2本使ったらめっちゃ綺麗にできた。束感ロングタイプとボリュームタイプ、最初にボリュームタイプでバーってやって、それをチュ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 ってつなげて、でそのチュ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 ってつなげたところにこのロングタイプをドゥ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 って塗ったらめっちゃ綺麗にできました。お試しください、ぜひ皆さんもやる日があれば。ということで、完成。ご飯食べる。今日もちょっと早め、気持ち早めに行って髪の毛向こうでやります。
つげえぐ。ちょっと黒い、ここマスカラがついちゃった。ご飯食べます。え、10度以下で保存って書いてあった。やばい、普通に常温で保存してた。まあ、いっか。美味しいかな。美味しいか分かんない。うん、タンパク質。寒すぎ。今日あったかいって聞いたんだけどさ、寒いんだけどさ、どういうこと？天気。ん？天気悪くなってるやん。寒すぎ。ね、晴れるって昨日書いてあったから晴れると思ってたらさ、あ、曇りになってた。え、雨降る？あれ持ってった方がいい？傘。傘でも降水確率は 40% ぐらい。一応持ってくだけ持ってこ。うん、今日も夜遅くまでだから。めっちゃ天気悪そう。
ンドイッチ美味しい。あったかそうだよ。来週？再来週？ご飯食べ終わるまで、ご飯食べ終わったら配信終わる。だから半になっても言わないで、まだご飯食べてるから。お食事せかさないで。伊賀の藤丸さん団子ありがとう。卵さん団子ありがとう。昨日の残り飲み切りたい。今日行く前までに。その日のうちに飲んでくださいって書いてあった。やば。でもまだ24時間は経ってないからセーフ。なんかチーク薄い。ちょっとだけチーク足します。昨日の私服かわいい。ありがとう。昨日の私服はアイフトさんで着たやつだよ。おはよう。ちょっと春色街角的な色でしたね、昨日私。春色街角、空は着替えてても的な色でした。あ、レタス落ちた。
ヤローさん、さくら、ディスクさん、団子ありがとう。食べるの疲れちゃった。プロシちゃんとのピョンムービー可愛かった。嬉しい。なんかハーちゃんに昨日ね、ピョンムービー一緒に撮ってくれるって聞いたら、嬉しいですってめっちゃ喜んでくれて、本当に。なんかお世辞とかじゃない喜び方してくれて嬉しかった。前髪伸びてきたかな。木体でバナナ剥いて食べてたね、だって。私が出てない木体かな。ウホウホホでもしてたの。木材でバナナ剥いて食べるって何？どういうこと？目の焦点合ってない今。ました。昨日もね、画面多分見すぎ。これまで3部だったのが一気にね、5部になったから画面見る時間が長くなっちゃって目がしんどいよって訴えてる。嬉しい、嬉しいお悩み相談。あとこれだけ。もうお腹いっぱいでどんどん飲み込めなくなってきた。うん、ジュースで流し込んでる。ごちそうさま。
お腹いっぱい。ちょっと一回寝たい。ダメだけど。お洋服に着替えて。洋服選んで着替えて行かなきゃ。夜は配信ちょっと分かんない。明日も朝早いんで。早くはないけど明日レッスンです。合間ね、時間はあるんだけどする場所がないんだよね。そうそうなのよ。よし、終わろう。終わってお布団、お布団じゃない、お洋服着替えます。まつげめっちゃいい感じやん。ということで、今日はどんなお洋服を着るのか、ぜひ皆さん楽しみにしててください。それでは最後にランキングを読みたいと思います。あれ違った。1位鈴木清隆さん、2位サプライズレバーさん、3位たまごさん、4位直吉さん、5位ギャローさん、6位コバさん、7位にゃーこさん、8位鉄道ナイトさん、9位ディスクさん、10位コロパックルさん、11位ともゆきさん、12位ツッチーさん、13位すみちゃんさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。またお話し会でお会いしましょう。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のラビットチャンプで6505盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃって、読み切り出身アルピンことはジョータルナでした。それではまたお話し会で、バイバーイ、ありがとう。